それね、この硬い人たちばっかりやってたら、うん、どんどん筋肉とかね、指、うん、もどんどん鍛えられてきますから、うん、そうすよね、やばいですよ、うん、マサさん、どれぐらい修行されたんですか？もう まず初めに僕が教えてて、で違う店に行ってて、6年5年ぐらい、ああそうだったんですか。で業界離れてたんですけど、はいはい、まあうちがちょっと忙しくなってきたのもあって、やるって声をかけたらやりますって言ったので、ここででもやりだしても1年でも、ね、やりだして1年ぐらいだけど、はい、指がガツンとでかくなったよ。ああそうですか。あやっぱり鍛えられたですね。そうそうね、もうちょっとした。どうでした？はい、ありがとうございます。Yeah.
ヘッド、ハンド、目だったかな。あれをちょっとあの背中とかにも使っていいですか。ちょっとあ、もちろんもちろん、はい、大丈夫です。俺なんでちょっと背中とか硬いんで。そうなんですよね。